こんにちは、レンジです。お姉ちゃんバラレボリューションの続きをやっていきます。皆さんお待たせしました。コントローラーを買ってきましたでね、多分これで今ガンガン振ってるんですけど、メニュー画面出ないですね。もうホームの画面でポイント当てた時に前のコントローラーブルブルしてたんですよ。今ビタッと止まってね、これが本来の Wii なんでしょうね。いや、コントローラーのせいだったわ。資料をたくさん切った。途中からは楽しくなっていた。お、楽しさを覚えてるね、さきちゃん。全身を伝う資料どもの体液が例えようもなく心地よい。私はお姉ちゃんが言うような普通の女の子にはもう戻れそうもない。いいね。秘密の闘争本能、ミザリーの言葉が心を生み出す。秘密が戦いを望むのか、戦いに秘密が反応するのか。このまま血を浴び続けたら、私もミザリーや卑弥呼のような化け物になるのだろうか。そうなったらお姉ちゃんは私を切ってくれるだろうか。もちろんさ。ダメだ、またネガティブなことを考えてるとお姉ちゃんに叱られちゃう。今はお姉ちゃんに合流することだけを考えろ。いいね、サキちゃんはその路線で行ってほしいよね。もう武闘派だからさ。これで絶技とかも出せるようになったかな、新しいコントロール。新しいって言っても中古なんですけど。行け、どんだけ振っても大丈夫だ。行くか。あ絶技はできねえや。ほっほっ、ダメだな、突き出すはできない。ほっほっほっ、殴れ殴れ。よいしょ。あれ違う、こっち。もう右か左か分かんなくなってくるな。あ、横殴り部分もあるじゃん。でもコントローラー伸長して大きく動かせるようになったのはいいんですけど、そのせいで余計疲れるっていうね。何も考えずに縦に振ろう。よし、蹴り、経験値取る前に、来た、レイコ。レイコ、まさかまた寮で勝負する気か。まあ見た目じゃ違いがないからね、わかんないわよね。わかんない。あんな大量生産の粗悪品と一緒にされるのは正直不愉快ね。ほざけ、所詮レイコはレイコだろ。相変わらず威勢のいいこと。それじゃあお仕事始めますかね。今日はサキちゃんの採血に来ました。ちょっとチクってしちゃうかも。採血よし、行くぞ。よしよし、いけてるいけてる。あ、やばい。あ、ちょ、後ろからならあれができるって、組み手できるって書いてたけど、そういう怖いことはしない。うわあ、撃たれた。今のは死んだろ。お、いけ。え、カウンターが外した。やばい。暴走状態のレイ。
甘い。チャンス。リーチがすげえ投げ。全然いけるな。イエーイ。下切り。あっ、オッケー。はあ、疲れましたね。よし、次も行こう。忌まわしき決意。今までのレイコとは確かに違っていた。一緒だよ、弱くなってたよ。逆に言えないが、初めて人間味を感じた気がした。あ、なるほど、弱いから。イミチの採血、もし全身のイミチを取り除くことができたら、私もお姉ちゃんも普通の姉妹になり、刀を振ることもなく日の当たる世界で暮らすことができるようになるのだろうか。いや無理だよ、死んじゃうよ。そうだ、私のママはどうだったのだろう。ママは戦っていたのだろうか。パパとの出会いはどうだったのだろう。なぜ意味地を受け継ぐ可能性があるのに私を産んだのだろう。どんな気持ちだったのか、今ではもう聞く術はない。え、パパもママも死んでんの？そういうこと？なんかお父さんってどっかのシリーズに出てきてるような気がするんだよな。なんかね、最近あのお姉ちゃんバラ1、2のリメイクが発売されるのかな、これから。されただかされるだかなんですけど、それに確かお父さん出てくるはずなんだよな。よいしょ。え、死なない。腕取るのどうやってやるんだろう。できないのかな。昔はあの右手を取るとかそういうことは。違う、お前じゃない。できた。よし、ほら、よいしょ。でもいちいち切り替えなきゃないのがだるいね。いいよ、警官はあの優先して叩くだけで、腕を折ったりはあんまり考えないで。拾え。鳥。お、あ、鳥パンチでは倒せねえか。待って、ダメか。お、そういうこともできんの。走ってる最中に、あ、まだ使いこなせてないな。よいしょ。おりえ。取りうぜえわ。遠距離ないからな。いや、無視。よし、こういう巻き添えで倒す。これ。お、ラピッドジェム。あと、あっちに警官。あれ？あ、鳥は無視。この辺は広い。おお、もう許さん。よし、広い。拾ってどっちに行くんだ？こっちだな。
多分。あれ？こっちから来た？こっちから来たっぽいね。じゃあ左奥かな。よし、このダッシュがいいよね。あ、電気街、秋葉原の電気街。よいしょ、よいしょ。もう拾うの眠せ。あ、刀じゃねえこれ。あれ、こっち、違う。ガードしてる。鳥がうざい。オッケー、エジを切って、まだ？ああ。これで女神像のとこに行っちゃったら、またこれをやんなきゃないから、そのまま行こう。およし。よし。よいしょ。腕もぎからのバックドロップ、腕もぎからの、よいしょ。疲れた、もうこっちかな。よいしょよいしょよいしょ。このままですね。病院か？よいしょ。これで一撃なのがまだ救いだね。警官だけはこれ一撃で死なないんだけど。よし、こんなことか。これで、あれ、まあいいや。切り上げジャンプしようと思ったけど。なんか俺下手くそになってない？あれかな、あやとさっきで違うのかな、なんか。なんかリーチが短い感じはするよ。お前だ。後ろ。ふう。こっちだな。こっち。ハーゲス展開。お前、避けるのうまいな。
かな。あ、ここ入れる。裏口。うお。結構エレベーターだよ。違う。エレベーターだね。警官にターゲットできん。オッケー。ああ、暴走しちゃった。え？こっちか。え、合ってる？ああ、ゾンビが出るってことはこっちかな。あ、違う。こっちか。ここさっき来たとこじゃない？なんかそんな感じですよ。よっしゃー。よいしょ。よいしょ。赤いの取って回復しよう。そろそろ、女神像のかけら、綺麗な体になった。しょ、おいよ、ちょ、よいしょ。あれ違うよね、こっちから来たよね。え、戻ってきた。マジか。じゃあこっちってこと。え、こうか。で出ればいいの。合ってる合ってる。えよいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、楽しいこれ。よいしょ。よいしょ。これは切り替え。え、後ろも出てる。警官。ああ。やべ、手首痛くなってきた。あんまり手首を使わないように。あ、違う違う違う。警官。よし。よし。行け。いいぞ。ガードしろ。よし、一回拾ってくるか。よし、この辺はもういいだろう。お、終わった。レベルアップ。よし、スキルポイントが1個コンビネーションが増えたな。すげえ血滴ってる。はい、ということでさきちゃんちょっと扱いにくいな。面白いんだけどね、あの撲殺モード。はい、ということで今度はいつかアヤと戦うことにはなるだろうね。この次くらいに多分アヤと戦うと。でもレイコが最後じゃないってことだよね。もう倒したってことは。最後は誰なんだろう。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。
チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。